家にはちょっと大きなランドセルを背負って学校から帰ってくる女の子。山梨県が誇る天才卓球少女平野美宇ちゃん8歳小学生。美宇ちゃんすごいんですね。そうですね、我が子ながらすごいなんとやばくてすいません。美宇ちゃんの強さの秘密はその正確なショット。そこでストラックアウトに挑戦。的の大きさはピンポン玉約2個分。この後美宇ちゃんのすっごい技が。天才卓球少女平野美宇ちゃんが見せる正確なショット。そこでストラックアウトに挑戦。的の大きさはピンポン玉約2個分。美宇ちゃん初めてのチャレンジ。何だ？1番。おっとっと、いきなり1番を予告。1番ね。見事成功。お母さんも大興奮。そして4番、5番、6番、7番、8番、9番、10番、11番、12番、13番、14番、15番、16番、17番、18番、19番、20番、21番、22番、23番、24番、25番、26番、27番、28番、29番、30番、それではこれならどうでしょう。今度は動く的当て。これは難しいぞ。果たして何球で当たるのかな。1球目は惜しくも外れ、新幹線に当たってしまいました。2球目、狙って。美宇ちゃんお見事、わずか2球でクリア。これにはお母さんも美宇ちゃん以上に大喜び。夢はオリンピックで金メダル。頑張れ美宇ちゃん。この背中にはちょっと大きなランドセルを背負って学校から帰ってくる女の子。山梨県が誇る天才卓球少女平野美宇ちゃん8歳小学2年生。もうご存知だと思いますが、8歳の美宇ちゃんは昨日とんでもないことをやってのけたのです。昨日行われた全日本�卓球選手権2日目、美宇ちゃんは一躍会場のヒロインとなりました。高校2年生以下のジュニアの部に出場し、2年生。もうご存知だと思いますが、8歳の美宇ちゃんは昨日とんでもないことをやってのけたのです。昨日行われた全日本卓球選手権2日目、美宇ちゃんは一躍会場のヒロインとなりました。高校2年生以下のジュニアの部に出場した美宇ちゃん、自らデザインした星やハートなどをあしらったユニフォームを身にまとい、1回戦で9歳年上の高校生と対戦。高さ76センチの卓球台からは胸より上しか見えません。しかし身長131センチの小さな体から鋭いスマッシュやバックドライブを打ち放ち、フルゲームの末高校生相手に見事な勝利を飾りました。お母さんもほっとしたご様子。その後の2回戦では惜しくも敗れてしまいました。これまでの大会最年少記録は98年に福原愛選手が打ち立てた10歳。その記録を塗り替え、わずか8歳という史上最年少での勝利という偉業を成し遂げたのです。一夜明け、我々は山梨にある美宇ちゃんの練習場を訪ねました。昨日その勝った時どうだった？嬉しかった。お母さんの真似をして3歳5ヶ月で卓球を始めた美宇ちゃん。そのわずか9ヶ月後、
美宇ちゃんは全日本選手権に出場していました。一昨年の全日本選手権では小学校低学年を対象としたバンビの部で優勝。元祖天才卓球少女愛ちゃんの再来と専門誌で紹介されるなど、すっかり人気者になりました。美宇ちゃんの家は家族全員が卓球選手だったという、まさに絵に描いたような卓球一家。練習は毎日3時間。2歳年下の妹セワちゃんと一緒に練習しています。普段はすごくぼーっとしてて、おっとりしてて、してない、してるしてるすごいしてるしてる、すごい穏やかなんですよだって本当じゃん。だけど勝負事になるとすっごい負けず嫌いですね。昔は試合に負けるとこんな一面も。負けちゃったね、ちょっとがないと。やっぱり負けた。史上最年少で勝利を飾り、一躍有名になった昨日、美宇ちゃんは意外にも勝った喜びよりも負けた悔しさの方が大きかったといいます。2回目で負けたから悔しい。やっぱり2回勝ちたかった。やっぱり美宇ちゃんは昨日2回勝つことを目標にしていました。憧れの選手は愛ちゃん。昨日も愛ちゃんの会見場に現れ、こんな質問をぶつけました。いつか美宇が上位に体を薄くめくれますか。もちろん、もちろんお願いします。やるからには一番を目指したい。美宇ちゃんの夢は膨らみます。美宇ちゃん、じゃあ将来の夢ってありますか。オリンピックで金メダル。愛ちゃんよりもっと強くなる。夢はオリンピックで金メダル。美宇ちゃんの挑戦は続く。山梨県多富町、ここにあの福原愛ちゃんを超えた4歳の天才卓球少女がいるという。どんな技を持っているのか落とします。その子はこちらの幼稚園にいるらしい。平野美宇ちゃんはいるかな。あ、美宇ちゃん、噂の天才卓球少女平野美宇ちゃん4歳。その得意とする技とは。なんかすごい技を持ってるんでしょ。何？でんぐり返し。でんぐり返しなの。いやいや、美宇ちゃん、そうじゃなくて。我々は改めて美宇ちゃんの自宅を訪ねることに。ここです。こちら。うわ、鈴木アナが見たものとは。なんと自宅の2階に卓球場が。実はこちら、美宇ちゃんのお母さんが監督を務める平野卓球研究所。この20名の練習生の中で最年少が美宇ちゃんなんです。あの愛ちゃんより1年早く、なんと3歳で全国大会出場。今年行われた山梨県大会では8歳以下が参加するバンビの部に美宇ちゃんは唯一幼稚園児として出場。小学生のお姉ちゃんたちを次々に倒し、見事準優勝に輝いたのです。